よろしくお願いします。今日はですね、 3D ペイントということで、絵が飛び出て見えるという、そういったペイントを伝授していきたいと思います。このトレーシングペーパー、これはですね、文房具屋さんでどこでも買えますのでゲットしてみてください。で、この絵をですね、反転させますので、左側の絵が、実際に完成した絵、それを、コンピューターで一度反転させて、その反転させたところを、実際になぞっていきます。で、なぞるものはボールペンだったり、あと、まあ、油性のマジック、そういったものでなぞっていきます。で、こういった形で足の先までなぞって、影の部分、そこはなぞらないでください。で、実際に、なぞるのは枠組みだけで、黒だったり、まあ、赤の部分、そこは塗りつぶさなくて大丈夫です。で、実際やっぱり絵が得意じゃないとか、本当絵心ないんですっていう方もいるんですけど、これでやれば結構時間の短縮にもなるし、全く絵心ない人でも気軽にペイントができますので、このトレーシングペーパーは絶対おすすめです。で、こんな形でもう1分もしないうちに完成しました。で、この液体、これはですね、DUO という液体で、実際は、あとはですね、まあ、デオドラント、脇につけるデオドラントとか、あとエタノール、そういったものでもこういう形で転写できます。で、あまりつけすぎると、時間を置きすぎると今度にじんでしまいますので、そこを気をつけてください。こういう形で、で、必ずこれやった後はティッシュで一度押さえます。はい。で、これはですね、まあ、アクリリック、インクは何でもいいんですけど、まず練習するときは100均のペンキでもいいし、まあ、ペイント、ボディ用にね、子供が使えるようなペイントだったり、まあ、実際このアクリリックは、まあ、色素沈着しちゃったりする色もあるので、あまり、お仕事ではおすすめはできません。ボディペイントするときはボディ専用、そういったものがいいと思います。まあ、これも長時間使わなければ、まあ、結構お水と少し混ぜながらやれば伸びもいいですし、乾きもすごく早いので、これも東急ハンズですとか文房具屋さんに売ってます。はい。で、次ですね、これを枠組みしたものを今度、色を塗っていきます。で、色を塗るときは、あまりですね、色をつけすぎず、一度最初ですね、ちょこっと、つけてみて、まあ、コツとしては、しっかりですね、均等に色を塗ること。少しでも隙間があったりすると安っぽちく見えてしまうので、色をしっかりと。で、濃すぎると今度底の部分が剥げてきちゃったりするし、あとこの足、こういった細いところ、最後の最後までしっかりと細くすることで、遠目から見た時にもすごく綺麗に仕上がります。これ女性がアイライナー引くとこと一緒で、もう本当に線はですね、最後の最後まで綺麗に引いてきます。で、これは影、この時は少し水をつけて薄めながら、少し伸ばしていきます。多分もうお尻のところはもう乾いてしまったので、今水だけつけてもしっかり伸びないので、インクによってはね、普通にお水つけなくてもドーランみたいなオイル系、そういったものはそのまま伸びるので、ものによって違うので、いろいろ試してみてください。こういう感じでですね、少しずつ影を作っていきます。で、影もあまり濃すぎると足と同じ色になってしまうと影にならないので、その辺も考えながら若干薄くしながら描いていきます。で、影もね、実際すごく難しいので、どこに入れるか分かんないときは、Google で検索するときも 3D ペイントとか、検索の仕方によって影も結構出てくるので、そういったものを参考にしながらやってみてください。で、これはハイライトですね、光を入れてます。関節だったり曲がるところ、
凹凸の部分、そこが光って見えるので、ここに白を入れていきます。でただの白を入れるとどうしても安っぽく見えてしまうので、その白を少しぼかしながら、あまり白を共通しすぎないように白を入れていきます。でちょっと白強すぎたなと思ったら、お水で、ぼかしてみたり、上から少し黒を混ぜてしまったりですね、そうやっていればごまかせますので、こういう感じで、ちょっとね、早送りなので、あまり見えないかもしれないんですけど、筆も、結構細めの使ったり、平らなものを使ったり、いろいろなものを使ってやってます。はい、今日もありがとうございました。こういったペイントのテクニックも使って、これから来るハロウィンを楽しんでください。今日もご視聴ありがとうございました。